享保の改革は、江戸時代中期に第八代将軍徳川吉宗によって主導された幕政改革。主としては幕府財政の再建が目的であったが、先例格式に即、割れない政策が行われ、文教政策の変更、法典の整備による司法改革、江戸市中の行政改革など、内容は多岐にわたる武士に質素倹約を進め、町人に新田開発を進める裁判の公正を図るために、くじ方を定め書きを定めた庶民の意見を聞くために、目安箱を設置、上げ前の制を定め、大名に国高1万石に対して100石の米を納めさせる代わりに、参勤交代の際の江戸財布期間を半年とした基金対策として、青木小屋にさつまいもの栽培法を研究させる。寛政の改革は江戸時代に松平定信が老中在任期間中の1787年から1793年に主導して行われた幕政改革である封建支配を強化するために、私学以外の講義を禁止し、文武を進める旗本、御家人が商人からした借金を帳消しにする江戸にで稼ぎに来た百姓を木村させ、商品作物の栽培を制限して、米などの穀物生産を進める農村に米穀を貯蔵。1792年、ロシア使節ラクスマンの通商を拒否、海岸の防備を強化。天保の改革は、江戸時代の天保年間、1830年、1843年に行われた、幕政や諸藩の改革の総称である。貨幣経済の発達に伴って、逼迫した幕府財政の再興を目的とした武士に文武を奨励し、質素倹約を呼びかけ、華美な衣服を禁じた出版物も幕府が検閲を行い、風紀を乱す書物は出版禁止とされた株仲間を解散させて自由な取引を行わせ、物価を引き下げようとしたが失敗した農村の労働力を確保するため、百姓が江戸に出稼ぎに来ることを禁じ、百姓を農村に返した江戸大阪周辺の大名領や旗本領を幕府の直轄地にしようとしたが、失敗。